立きび青少年自然の家です。遊びリンピックの紹介をします。第1回はどんぐり皿写しです。用意するのはお皿2枚、どんぐり、お箸、時計です。どんぐりがない場合は大豆やピーナッツでもいいです。時計はキッチンタイマーがあれば便利です。箸を使って1分間に何個のどんぐりを移せるかを競います。こんな感じで上手に箸を使ってつまんでいきます。それではウーリーに挑戦してもらいます。よーい、スタート。本来は1分ですが、今回は20秒で行います。それまで。10月を体験の風を起こそう運動推進月間としています。10月に学校や園での行事、PTA のイベントなどで遊びリンピックを行うと、金、銀、銅のメダルを申請して無料でもらうことができます。詳しくは国立きび青少年自然の家にお問い合わせください。